俺はずっとあいつの後ろ姿を追いかけてきた。あいつは一族の希望の星、そして悪人が喉から手が出るほど欲しがった巫女。俺が憧れ憎む相手だ。門戸の長は一族の未来を導く子供を授けてほしいと神に祈った。同じ神から生を授かった双子のはずなのに、才能の差はあまりに大きかった。俺はあいつを妬んだ。でもあいつはいつもニコニコしながら俺に接してきた。どうか願いが叶うなら、光が望むものをお与えください。ほう、そなたの願いを叶えるのは実にたやすいことだ。その力を本当に弟のために使っていいのだ。はい、迷いはありません。才に恵まれたはずの一族の王妻、面白いと思わないか。そなたが大切にしていた家族と二度と相入れることはかなわぬのだ。俺の存在がそもそもの間違いなんだ。兄さんを傷つけただけだ。逃げろ、もう諦めるんだ。俺たちはとっくの昔に悪人に飲み込まれたんだ。いい加減諦めろよヒロ。俺たちはごめん兄さん。忘れる、たとえ全ての人間が自由になったとて、光は永遠に我の手中にある。これはそなたの逃れられない宿命だ。終生罪なのだ。そなたは人々に自由を与える代償として弟を犠牲にしたのだ。大丈夫だから、兄さんを信じて見つけ出すよ光。ああ、待ってる兄さん。